改めまして、神谷博士です。まあ、モス、小野大輔ですよ。僕は、何え、なんだ、初代ママのことを何だと思ってんの、はい、いや、だってもうさ、もうもはや、前触れもなく送ってくるようになっちゃったわけですよ、この収録日に。そうね。うん。撮ってるから、冷え冷えできたんですよね、だから。冷え冷えって、それはだからあれでしょ、たまたま冷やしといてくれたんでしょ。あ、そうなんだ。そうだ、当たり前だよ。じゃあ、ごっくん。ごっくん、馬島の送りマシーンが、冷え冷えの状態で持ってきてるわけじゃねえよ。じゃあ、たまたま冷やしマシーン。冷やしマシーン。半分機械ですからって。体内で生成してるって言い始めて。あ、そうね。CM 中ね。そう。口から、まあ、まあ、ガチャガチャ、まあ、ガチャガチャって。で、箱詰めして。ガチャ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 って、ね、体内で冷やして、はい、馬地村、馬地村って、持ってくるわけじゃねえから。で、お前自分の母親のことは何だと思ってんだ。いや、マシンですよ。でももうあれでしょ、何ヶ月か経つとさ、新田悲しが来るわけでしょ。新田悲し。秋口に来るよね。体内で生成しよう。新田悲しは、どこ、こっから出てくるのかな。こっから。モリモリ。ぐわってあの、そっからかピコロと同じシステムだ。これは、おい、ちょっと待って、そこまでだ。お前だし、やじめたろ、どっちの母親を、とっ捕まえて。なんかごめんなさい、初読まはほんとごめん。まったくもう。すいません。また送ってね。おいしくいただいてます。はい。はい